2022年1月、ジョシュアツリー国立公園、1月3日。ロサンゼルスの東210キロ、ジョシュアツリー国立公園へ。州道60号線、モーレンバレーフリーウェイ。テディベアチャラサボテン、モハベユッカ、ロッククライミングのパラダイスです。自宅から90キロ、残り120キロほど、モレノバレー高速です。10時45分、州道60号線、別名モレノバレー高速。2車線から4車線へ拡幅工事中でした。サンバラディーノ山脈、主峰は3ゴーグニオ山、3506メートル。11時7分、自宅から130キロ、残り80キロほど、3ゴーグニオパス。標高は790メートル。サンバラディーノ山脈とサンジャンシャント山脈の間の盆地にある峠です。盆地の峠は、西の地中海性気候から東の砂漠気候への移行帯です。南北の高い山脈に挟まれた3号グニオパス、標高は790メートル、北にサンバラディーノ山脈、南にサンジャンシント山脈。この峠は西の太平洋プレート、東の北米プレート間のサンアンドレアス断層によって形成されました。そしてこの南北の高い山脈に挟まれた盆地の峠道は、米国で最も風の強い場所です。3号グニオパスの風力発電所は3218基で、原発1発分の3分の2にあたる62万キロワットを発電しています。そして50万ボルトの高圧送電線でロサンゼルス地区へ送電しています。12時過ぎ、インディオのディズニーズで昼食。ジョシュアツリー国立公園へ、55キロ40分。
この岩石砂漠にも多種多様な植物や動物が生存しています。ジョシュアツリーはこの地に生息する鳥、哺乳類、爬虫類、昆虫の食料となり、隠れ場所を提供しています。ジョシュアツリーの名付け親は19世紀の開拓民、モルモン教徒だそうです。テディベア、チョウヤサボテン。テディベアです。低木オーク。チョウヤカクタス、ガーデンネイチャートレイル、クレオソートブッシュとブローブッシュに覆われた見渡す限りの扇状地。ここは公園内でも稀なテディベアサボテンの群生地です。4ヘクタールの群生地を回る1周400メートルのトレイルがあります。テディベアサボテンの種は発芽せず、倒れた枝から発芽するそうです。この群生地全体が1個体だけで構成されている可能性があるそうです。ここはまたウチアサボテンの世界一の群生地でもあります。14時50分、ホワイトタンク。ウィルソンキャニオン、標高は813メートル。ウィルソンキャニオン、ホワイトタンクまで8キロほど。園内を北ゲートへ横断する舗装道路、ピントベイシンロード。モハベユッカ。ネイティブアメリカンはユッカの葉の繊維からロープ、布、糸、サンダルを作りました。黒い種子は製粉して、花や果物は生または焙煎して食用に、根は石鹸に。公園はロッククライミングのパラダイスです。クライミングの対象となる8000以上の岩壁があるそうです。
14時50分ホワイトタンクキャンプグランド着。キャンプは北ゲートとコットン運動を結ぶピントベイシンロード沿いにあります。巨大な花王岩の岩に囲まれ、標高は1160メートル。都市部から遠く離れ、公園内で最も暗い地区です。工事で乾燥し澄み切った大空には満天の星。高さ9メートルのアーチロック、ホワイトタンクキャンプ場から往復600メートルです。広大な広がりの風景があり、整備されたキャンプ場です。最大25フィート、7.6 メートルのキャンピングカーまで OK です。我が愛車、走行距離15万キロ、老齢の海でご苦労様です。15時20分、公園の西ゲートにつながるパークブルバード、公園道路沿いスカルロック。公園の名前の由来として知られるジョシュアツリー。公園に分布する岩石の大部分は白亜紀の花王岩とその母岩をなすピント片麻岩。15時13分スカルロック到着。道路は公園道路。スカルロック頭蓋骨山で約300メートル。花王岩は風化が進行して独特の丸みを帯びた岩石群を形成しています。超かわいい赤ちゃんを見つけました。スカルロック頭蓋骨岩です。降水量の少ない岩石砂漠であるため、風化の主体は温度変化の繰り返しによる物理的風化だそうです。この地区の名前の由来、スカルロック頭蓋骨岩です。
この地区の標高は1300メートル。ここにもアーチがありました。子泣きじじいとネズミ男のそっくりさんもあります。ゾウさんもいました。16時8分、公園道路を西ゲートに向かって北西にインターセクションロックを通過。公園道路沿いにジョシュアツリーが群生しています。西部開拓の時代、丈夫な葉はバスケットやサンダルに。また花のつぼみや種子は生または焙煎し健康食でした。ジョシュアツリーの名付け親は19世紀の開拓民、モルモン教徒だそうです。ジョシュアツリーの枝ぶりは嘆願の様、祈りの手足に見えたそうです。伝説によると聖書の人物であるジョシュアにちなんで名付けたそうです。同時代に牛を飼育する牧場主や金を掘る鉱山労働者が荒野に到着しました。彼らは柵や囲いにジョシュアツリーを使用していました。鉱山労働者は鉱石の処理に使用される蒸気エンジンの燃料源に使用したそうです。公園の北西部、岩の不思議の国、ワンダーランド・オブ・ロックス地区です。16時30分、西口ゲートを通過、公園とお別れです。16時10分、夕闇迫るジョシュアツリー国立公園。奥の山並みはサンバラディーノ山脈。公園出口、地名はなんとジョシュアツリー。
17時7分、夕暮れです。